はい、こんにちは、いとっちゃんねるでーす。12月28日、火曜日、いかがお過ごしでしょうか。私今日からね、お休み入っております。年末年始のね、お休みでございます。まあね、開放感でいっぱいですね。はい。何しようっていうのも特になくてね、正直何もないです。はい、今のところ何も計画立ててない状況なんですけれども、そうですね。私昨日ね、ミスドの福袋っていうのがね、もう今販売してるんですよ。福袋結構買うんですけれども、まあ楽しみでね、ミスドの福袋、福箱みたいな箱ですかね、買ったんですけど、5000円のやつと3000円のやつがあって、まあ5000円のやつ買ったんですけど、そのね、5000円のやつ買うと、ミスドの無料券5000円分ぐらいがついてくるんですよね。その時点でもう結構お得なんですけど、もう元取れてる状態なんですけど、ドーナツね、5000円分買えるってことで、元取れてるんですけど、さらにね、ポケモンのね、今回デザインで、スケジュール帳とかね、なんていうか、マスキングテープとか、あとカレンダーとか手帳とかついてくるんですよ。この手帳がね、意外に結構僕使ってたり、プライベートで使ってたりするんですけど、いいなぁなんて思ってよくね、毎年買ってるんですけど、今回5000円の福袋にはね、ピカチュウのぬいぐるみがついてくるんですよ。クッションみたいな感じですね。ね、あれ5000円のやつだけついてくるんですけど、結構でかくて30センチぐらいですかね、あるんですけど、そのクッションがね。でね、そのクッションをね、ちょっと今日ね、犬に与えてみたんですよね。ね、初めて見る可愛い動物とのね、遭遇にね、うちのワンコは敵意むき出しで、そのピカチュウのね、クッションのぬいぐるみの耳の部分を噛みついてはね、ブルンブルン振り回してましたね。が、かわいそうにピカチュウなんて思いながら、耳の部分ブルンブルン振り回して、その後なんかね、なんか、その狂気な感じでね、耳振り回してたんですけど、その狂気が今度愛情に変わったのかね、今度そのクッションに対してね、口に加えて、なんかこう、腰振ってましたね。狂気が愛情に変わって、その後ね、達成したのが賢者タイムを迎えていたっていう状態だったんですけれども。まあ、可愛いものにはね、そうなってしまうのはしょうがないかな、ということでね。今ではね、仲良しになってね、一緒にそのクッションをね、抱えて一緒に寝てる状態ですね。まあ、仲良く喧嘩しながら、喧嘩した先にはね、やっぱり仲良しが。これも人間関係もそうなんじゃないかな、と思ってね。喧嘩するほど仲がいい、って言ってね。で、仲がいい後には、賢者タイムを迎えるっていう状態になるんじゃないかな、なんて思いながら、犬も人間も変わらないな、なんて思った、今日一日でございました。はい。はい。で、今日はね、何するかというと、まあ、今日もね、ポーキーで X18S やるんですけれども、リクエスト何本かいただいてるんでね、そちらの方を動かしていこうと思います。じゃあね、早速やっていこうと思います。はい、じゃあ1本目なんですけれども、デビルサマナーですね。女神転生デビルサマナーのクズノハライド VS、なんだっけな。機械兵団だったかな ?2 作出てるんですよね、このゲームね。で、ね、機械兵団が1作目で、2作目がね、アバドン王っていうやつが出てるんですけど、まあ、こんな感じでね、クズノハライドさんをね、使って、悪魔を召喚しながら戦っていくと、いった感じの RPG ですね。結構ね、このゲーム、面白いです。はい。こうやってね、犯人追い詰めてるんですけどね。探偵、主人公は探偵でね、こうやって犯人を追い詰めるんですけど、大体この犯人がね、こう悪魔に取り憑かれてるっていう状態でね、悪魔がその後出てきてボス戦みたいな感じのね、ストーリー展開になるんですけど、まあ、生じたてになっててね、何章何章ってなっててね、ね、これで悪魔をね、こうやって召喚するんですよね、この、まあ、ムービーになってますけど、今ね。で、悪魔召喚して、こうやって一緒に戦わせるみたいな。感じで、デビルサマナーシリーズのね、ちょっとね、新しいタイプのね、感じになりますね。はい、じゃあ早速、ムービー、こんな感じでやめて、ですね、超力兵団か。ライド VS 超力兵団という感じです。始めてから行きましょう。よいしょ。で、最初はね、まあ、フィクションでありなんですけど、最初はね、チュートリアルみたいな感じになります。でね、戦いもね、今ね、ここにまたね、パーセンテージついてるんですけど、これがね、ちょっと赤くなってくると重たい状態ですね。まあ 100% で今動いてます。いいですね。で、こんな感じで、まずはね、普通のチュートリアルなんですけど、まあなんか、このライドウ君のね、なんていうかその、師匠みたいな、師匠なのか、なんか天の声みたいなのを聞きながらね、老人の声で、
なんかやってる感じですね。で、一応ね、この刀を振って戦うっていう感じなんですけど、まず汝の名を挙げようって言ってますけどね。名前をね、まず入れるところからしますね。どうしようかな。糸って言いますか。糸って。糸ゆゆ。めんどくせえ。昔、ゆうゆうっていうね、俳優さんいましたよね。ゆうゆうゆうになっちゃう。ゆうゆうゆう。適当につけすぎだろうっていう。で、なんかね、試練、いきなり試練から始まりますね。なんとかの試練。ちょっとね、こっち上にあげますね。召喚師の力を、まあ、レベル、悪魔を召喚しながら戦っていくゲームですんでね。いいですね。この学ラン姿がいいですよね。うん、なんか、ジョジョの奇妙な冒険みたいな感じのね、第3章みたいな感じに見えますけどね。ちょっと暗いからね、ずっとね、カメラ反射しちゃって見えてますけどね。うん。まあ、こんな感じでね、一番最初は試練の場で、こんな敵が出てきてね。で、戦闘はね、基本的に刀で攻撃、銃で攻撃っていうのがあって、こんな感じで。うん。こんな感じ。ちょっと暗いですけどね、なんかね、こういう敵です、これ。で、こうやってアクションゲームに近い感じの、こんな感じのね。で、あとね、こうやって、溜め攻撃があって、こうやってガーって切ったりとかね。かなりね、もう 100% 出てるんで、結構これも戦闘シーンも全然問題なく、快適に動くかなと。で、銃で撃ったりとかっていうこともできます。こんな感じですね。はい。いいですね。これで1個の戦闘終わりですね。こんな感じで。全然快適にね、これはね、動くんじゃないかなと思ってます。うん、すごい快適です。で、これも次も戦闘ですね。これも同じように。バリエーションがあります。まあ、これって連打してやってくれると、溜め攻撃ありますよっていうことで、チュートリアルですね。本当に戦闘の。で、こんな感じで、ゾンビたちが現れましたっていうことで、これ、溜め攻撃ありますよっていう。よいしょ。あー、溜めてる最中にね、攻撃受けちゃうと、やられちゃうんですけど、こんな感じで、ぐるぐるぐるって言ってね。まあ結構快適に。テイルズシリーズみたいな感じですよね、戦闘ね。テイルズもこんな感じじゃないですか。一応ここでレベル上がりましたけど。ちょっとね、レベル上げのね、ところだけちょっとね、8割ぐらい落ちますね、なぜか。なぜかスピードここの、多分桜吹雪がこう飛んでるところでちょっと処理重いんじゃないかななんて思うんですけど。で、次ね、悪魔をね、悪魔を、よし。デビル様なので、ね、悪魔を仲間にするやり方ですね。このガキですかね。悪魔。うん。これをね、仲間にしましょうっていうパートかな。力づくでやってみなってことで。これもね、丸ボタン連打でね、仲間になったりしますんで。で、このままだとね、あれなんで、ね、弱点をつくってことが重要で、これでね、冷凍弾っていうのを装備します。冷凍弾ですね。で、これでね、敵の弱点を、これ火属性なんで、この妖怪がね、火の攻撃してくるんで、こうやってね、冷凍弾を撃って、こうやって、弱ってるところに、こうやって、ゼロボタンで、丸ボタンで連打で、こうやって、連打ですね、こうやって連打、あ、ダメだった。ちょっとね、弱らせてからですね、ポケモンと一緒でね、若干弱らせてから、仲間にするっていうのが、セオリーですね。ちょっと弱らせましょう。はい。で、こんな感じで。まだもうちょっと弱らせた方がいいかな。もうちょっと、弱らせすぎずにね、倒しちゃうんでね。で、これで弱体化して、で、捕獲。こんな感じですね。捕獲。はい、こんな感じで捕獲できました。はい、これで捕獲したっていう感じですね。仲間にしたということで、ね。うん。ガキかなと思ったら、コウバクっていう悪魔でしたね。全然違う悪魔でしたね。こんな感じで進めていく感じですね。で、ちょっとチュートリアルやって街の方まで行っていきたいと思います。本編進めていきますね。はい、ちょっとね、本編進めていきました。今ね、第1章始まる前のところでね、ムービーが流れてるんですけれども、ね、どういうストーリーかっていうところで、まあ、これ、探偵事務所主人公、所属してて、なんかね、その、助手なんですよね。探偵の、メインの探偵のね、人と、この先頭に立ってるのがメインの探偵の人で、その助手をやってるっていう感じですかね。で、女の子に呼び出されて、ちょっと依頼を受けたっていうところのシーン。で、この女の子がね、あ、可愛いですね。こういう感じで。ムービーシーンもね、全然問題なく 100% 出てるかなといった感じですね。はい。はい、こんな感じでね、本編の、なるみ探偵事務所って、なるみさんなんですけど、この人ね。お電話くれた人って言って、はい、って。
あのね、大人からかっちゃいかんのよって言って、ね、何かあったのか知らないけど、困ってるなら学校の先生に頼みなさいって言って、私、私って言ってね、私を殺してっていうところからね、なんともね、話がね、面白そうですよね。このままじゃ私って言って、ね、何言ってんだよ、殺してって、お前って言ってね。でね、ここでムービーシーンが流れて、まあ、悪魔の仕業なのか何なのかっていうところでね、こうやっていろいろ事件に巻き込まれていくわけですね。いいですね、この臭そうなね、おならの空気みたいな。筋肉マンのおならの空気こんな色してますよね。プップップップって言うんでね。で、こんな感じで機械兵団みたいな感じの人たちが、ね、こうやって襲ってくるわけですね。この筋肉マンのおならの中で戦うわけですね。で、女の子さらわれちゃうっていう、まあ、そういうとこからね、始まっていくんですけれども。で、まあ、これ倒そうと思ったら、これが、2匹ね、出てきて、機械兵団がね、調理器兵団でしたっけ、なんか、名前忘れちゃったまあ、敵役です、とりあえず。敵役がこうやってね、ちょっとフォーカスが合わないかもしれないですね、ちょっとね。で、こんな感じで戦いシーンになります、というところなんですけど、ここもね、安定して、ちょっと暗いんでね、カメラ反射しちゃってるんですけど、奥がね、自分ですね、ちょっとね、これ、フォーカス合ってないね。こんな感じか。排除するって。あ、これで一撃でやられちゃう。死にイベントですね。死にイベントでしたね、これはね。一撃でやられちゃうっていう、敵超強いっていう感じですけどね。ライドウ君も。こんな感じでね。まあ、RPG の動作検証は結構ね、時間かかるんですよね。こうやってイベントシーン見ながら、戦闘シーンもどうかななんて言ってね、なおかつその街の動きとかどうなのかなとかっていうところも見なきゃいけなくて、結構ね、RPG って実は動作検証にあんまり向いてない。だけれどもちょっとね、こうやって僕の結構好きなゲームなんでね、こんな感じで始めていってるっていう感じですね。で、第一章がここから始まります。うん、まだ 100% です。こんな感じで。消えた資産家の霊場っていうところがね、さっきの女の子がね、霊場ですね。うん、っていうところをね、追っていく感じです。で、探偵事務所のところのシーンですね。こんな感じで、また元に戻ってね。何だったんだろうな、って。人が消えるのって帰ってくるのだろう。なんかいろいろあるよ、って。まあ、誘拐事件ですね、今回はね。穏やかじゃないな、あの変な、なんとかってね。調べてくんねえかって。依頼人が、目の前でさらわれたのもね、ほっとくのもあんまりいい気がしないって言って。猫が喋るっていうのがいいですよね。猫が喋るっていうだけでもなんかもう、怪ですよね。名作全部猫が喋りますよね。名作ゲームといえばね。って感じでね、第一章が始まって、捜査を進めていきますね。外に出ましょう。よろしく頼むぜ。っていう感じでね、街のシーンにね、行きますね。大丈夫かな？ここ街ですね。ちょっとフォーカスがずっと合わせてるんですけどね。ちょっと重たいかな、街のシーンは。まあ、人が多いんでね。こんな感じで。まあ、一応ちょっとね、警察官が見張りしてるって感じですかね。警察官ですね、これ。刑事ですね。風間刑事がね、なんか見張りしてます。話しかけてね。なんかいろいろちょっと揉めてますけどね。まあなんか事件を調査してるのか話をしたらちょっとはぐらかされてる状態かなと。まあちょっといろいろこんな感じで話が。で、街のシーンも見ての通りね、こんな感じでかなり快適に動きます。まあ全部の街どうかは見てないんでわかんないんですけど、序盤の街はね、こんな感じで。聞き込みとかしててね。RPG っぽくなってますね、これで。こんな感じで。これだけ人表示してても、あ、敵ですね。はい、敵が出てきました。こんな感じでね、普通にエンカウントがね、こうやってなんていうか、確率によるエンカウントでね、こうやって。まあ、ただそんなにね、快適に結構サクサク動くんで、あ、敵がまだ追加出てきましたね。これ囲まれたらこうやって、この技使ってね。別に技、あれはないんでね。よいしょ。こんな感じで。はい。このアクションゲームもね、結構いい感じの楽しい、快適な、あれかなと思いますんで。で、この悪魔、今召喚してますけど、仲間増えていけばね、また、
悪魔のね、種類も変わってきますんでね。ここだけちょっと重たいですね。この謎にここだけ重たいですね。若干ね、8割ぐらい落ちますけど、まあ全然ゲームに影響しないかなと思いますんで、はい、こんな感じでね、ライド結構ね面白いゲームですんで、ぜひ皆さんも遊んでみてはいかがかなと思います。はい、じゃあ続きまして、遊星からの物体 X2 っていうゲームになります。コナミで作ったみたいですね。遊星からの物体 X っていうね、映画があるんですよ、実はね。知ってる人は知ってるかもしれないですけど、知らない人はとことん知らない映画なんですけど、なんかね、南極基地でね、なんか、遊星からの物体みたいな、なんか宇宙生物みたいなのが落ちてきて、南極基地だったかな。そこでね、南極基地の調査員が次々ね、その謎の寄生物にね、寄生物体にね、寄生して、なんかいろいろやられちゃうっていう映画だったんですよ。で、最後ね、みんな死んじゃうんですよね。南極基地にいた、隊員みたいなのがね。で、そこのね、ところから始まります。本当に完全に続編ですね。その映画のエピソード2っていうぐらいなんでね。遊星からの物体 X エピソード2ですね。になりますんで、ここからね、始まります。で、これはイージーでいきましょうかね。バイオハザードみたいなゲームなんですけど、こんな感じでね、始まります。真っ暗ですね。ちょっと見づらいかもしれないです。で、結構ね、僕がね、昔付き合ってて彼女がね、そのね、遊星からの物体 X がね、名作だって言ってね、僕も無理やり見てね、エピソード2やりたいっていうからね、これ買った記憶あるんですよ。で、それがね、未だに持ってるっていうね、彼女のために買ってあげたんだけどっていうところでね。で、これがね、ビデオカメラの映像ですね。こんな感じで。これ本当に遊星からの、こんなエイリアンみたいなのがね、遊星から来てね。本当、こんな感じでやられちゃうっていうのでね。バイオハザードみたいなゲームですよね、基本的に。結構顔もリアルね、ここでね。ここでビデオが切れちゃうっていうところですね。面白そうですよね。名作だと僕は思ってますけど。この映画自体はね。で、ここでね、この南極基地に何が起こったんだって言ってね、調査員が派遣されるところからスタートしますね。今ちょっと読み込んでますけどね。南極ですね、ここ。南極大陸書いてありましたね。で、こんな感じで調査員がね、派遣されます。結構このゲーム少ないんですよね。で、出回ってる数少ないんじゃないかなと思ってるんですけど。まあもう本当バイオハザードみたいなシューティングゲームです、これは。サバイバルホラーみたいな。なんかね、人に寄生するような感じのね、あれだったんでね。なんかね、隊員同士で不信感抱いてね、殺し合いが始まっちゃったっていう感じなんですよね、確かね。エピソード1ではね、そういう感じでした。犬もね、なんかね、南極で飼ってた犬もね、なんかね、突然変異しちゃってね、エイリアンみたいになっちゃったんですよ。マイナス40度ですからね。マイナス40度ってね、バナナで釘打てちゃいますよね。っていう感じですね。マイナス40度なのにね、こんな感じで、意外にね、隊員薄着だっていうね、こんな感じで始めます。ほら、こんな感じで隊員がね、動いてるんですけど。こんな感じで。マイナス40度なのにね、顔もろ出しですからね。普通顔布で覆うだろうっていうのにね、もろ出しです。で、ここのゲージがね、寒さでだんだん減ってきますんで、すぐね、中入っちゃいます。建物の中にね。こんな感じで入ります。ここでいろいろ入っていってね、イベントが起こったりしますんで。ブレイク、何か修理があるときは私に任せてください。まあ修理の人ですね。負傷したら即知らせてください。救急隊員ですね。助けてくれる人に。遺体を運び帰るのはごめんだぜ。遺体を運ぶのはごめんだぜって。俺はバッチリ準備 OK。 いつでも変なやつは倒せるさ。
よし、そんな感じで仲間が3人いますね。心強い仲間がね。で、このね、仲間に銃で撃っちゃうとね、本当にね、不審ゲージみたいなのがあってね、一気に溜まっちゃうんですよね。そして撃ち合いが始まっちゃうんで、そこまでね、映画に忠実っていうね、変わったゲームですね。まあ、こんな感じで。なんか、ここのセキュリティボックスで、ここですかね。で、これで、ね、直す感じですね。意外に顔もろ出しでね、マイナス40度でこんな顔もろ出ししたらすぐ凍傷になっちゃうわって話なんですけど、で、いきなり、なぜかコンピューターがね、爆発するっていう。で、ここら辺弾とかね、いろいろ落ちてくんでね。よし、補給しながらこうやって行っていきましょう。で、同行する仲間とかね、ここで、選べますんで。まあもう同行してる状態かな。うん。まあそういう感じです。はい。で、いろいろ進めていくと、よし。まあ、ここなんもないかなっていった感じですね。うん。で、一応エイリアンとかいろいろ倒しに行くんですけど、何が起こったのかというところね、この謎を解明していくんですけど、ここ爆発が起こってね、突然ね。こう、なんか不自然な爆発が起こって、こう、ツールが進めるようになったりするわけですね。で、こんな感じで、いろいろね、遊んでいくんですけど、まあ、ちょっと暗いんでね、で、この後結構進展がね、ないゲームなんで、いろいろ探索しながら進めていくっていう感じなんですけど、まあ、何かあったらこうやって銃で撃ってったりっていう感じなんですけど、やっぱりね、なかなか敵のね、エイリアンも尻尾つかまないんでね、なかなか出て、最初の段階ではなかなか出てこないんでね、出てくるまで結構時間かかるんでね、このゲームね。こんな感じの、ゲームだったりしますんで、ぜひね、おっと、ぜひ皆さんも遊んでいただければなと思うんですけど、まあ、ストーリー進めていくと結構ね、おぉ、こんな感じで、次々。なんか絶対絶命都市を思い出しますよね、こうやってね。次々、こう、バタバタ壊れ出すっていうとね。で、いろんな建物があったりとかっていう、これ探索していくんですけど、まあ、なんもないかな、最初は。なかなか見つけるの大変なんでね。なんかあるか、建物とかあれば入れればいいんですけど、まあ、ここほとんど壊れちゃっててね。ということでね、これね、遊ぶときはね、ゲオかどっかからね、遊星からの物体 X っていう DVD 見てからね、やるとね、結構より一層面白く楽しめるゲームかなと思いますんで、今ね、この登場ゲージもね、だいぶ減ってってね、もろ出しですからね、顔もろ出しの状態でこうやって外を探索してますんでね、そんな感じで、まあ、なんか、見つかんないです、とりあえずはね。まあ、なんか出てきましたね。なんか洞窟がありましたね、とか。こんな感じ？こんな感じでなんかありましたけど。はい。っていう感じのゲームになります。ぜひね、探索してみて、バイオハザード、モンスター、倒してみていただければなと。バイオハザードのようなね、感じのね、ゲームですんで、ぜひ楽しんで。まあ、動きはね、見ての通り 100% 出てますんで、これも結構軽めのゲームかなと思います。はい。じゃあ、次のゲームいきますね。はい、じゃあ次のゲームになります。東京魔人学園っていうね、ゲームがですね、プレイステーション1で出てるんですけれども、それの続編でね、東京魔人学園剣風町続編で、東京魔人学園下法町っていうやつが出てるんですけれども、まあそれになります。それのね、プレイステーション2版になりますね。はい、かっこいいでしょ。で、見ての通りね、このね、なんか絵のタッチが独特でね、このゲームはね、ほんと、東京魔人学園シリーズはね、ペルソナみたいな感じだったんですよね。学生がね、次々とね、特殊能力に目覚めていくっていうところで、その謎に迫っていく感じだったんですけど、僕も10回ぐらいプレイしてるんですけど、僕もね、かなりプレイして遊んだんですけど、それのね、外伝的なお話で、このゲームはね、幕末の時代になりますね。なんか、なんていうか、本当に東京魔人学園の、なんていうんですかね、なんだろうね。始まりの物語みたいな感じですね。はい。オリジンか。オリジンっていう表現が。ガンダムオリジンみたいな感じのね。で、それはね、ほんと幕末の時代から始まったっていうところだよ。もう、あれでね。で、だからね、舞台はね、ほんと幕末で、チャンバラアクションみたいな感じ。アクション時チャンバラ劇みたいな感じのね。前のね、僕ね、どちらかというと学園ものの方が好きだったんだけど、うん、なんかチャンバラ劇になっちゃいましたね。うん、で、こんな感じで傘をどうぞとかね、あらかじめ、それで、グラフィックもね、超綺麗ですよね。この、なんか、この絵のタッチが独特でね、筆のタッチっていうか、で、こういうね、仮面の男とか出てきますんで、で、基本的にゲームはね、こうやってアドベンチャーで進んでいくんですけど、ね、いいよね。
アドベンチャーで進んでいく、結構軽いゲームではあるんですよ。こうやってアドベンチャーで進んでいくんですけど、なんかね、戦闘はね、シミュレーション RPG みたいな感じになります。ね、東京魔人学園の剣風町の方ではね、なんかいろんな特殊能力目覚めてって面白かったんですけどね。あ、いいですね、この。スパイシーっていう感じね。なんかね、東京魔人学園の方ではね、なんかね、ジャガイモみたいなね、柔道家みたいなのがいてね。ジャガイモみたいな柔道家がね、あ、エニシからですね。ジャガイモみたいな柔道家が、特殊能力が分離っていうやつで、二人生まれるんですよ。ジャガイモみたいなやつ二人出たとこでメリットねえよななんて思いながらね、やった記憶がありますね。うん、で、ということで、団子屋さんかな、お食事屋さんからスタートする感じですね。うん、お茶屋さんからですね。お目覚め会って、お茶屋さんで寝てるのもどうかなっていうのでね。なんだか事件が起きたよみたいな。なんか、日光江戸村みたいなところからね、スタートしますんでね。どうぞそちらへって言って。で、とにかく、そんなところで寝られたら他のお客さんに迷惑だって言ってね。何か注文してくれって、まだ注文してねえのかよって。注文せずにいきなり寝出すってどんな客やねんと思うんですけどね。で、こんな感じでね、お店のね、売り子がこうやって可愛い、綺麗な女性が出てくると。いいですよね。で、これでね、8つの選択肢が出てきて、こうやってね、ボタンに対応してて、どの感情で対応するかっていうところでね、もうね、選択肢がいきなりね、8個出てくるっていうね、とんでもねえゲームなんですけど、これはこれでね、いろいろね、この選択肢によってね、分岐していくんでね、話が。好感度とかね、仲間の好感度とか、上がってきますんで、まあ、桜大戦にちょっと近いのかななんて思いますけどね。はい。という感じでね、話が進んでいきます。ちょっとね、戦闘シーン見ていきたいと思います。これはね、アドベンチャーパートはね、かなり軽く動くかなといった感じで、いきなり名前入れるところとかだったんでね。はい。じゃあちょっとね、戦闘シーンいきたいと思います。はい。じゃあ、戦闘シーンになりますけれども、今仲間がね、主人公は上の、ここ主人公ですね。で、これがね、あともう一つ、なんか、京吾くんかな？京吾くん、名前あっていいかわかんないですけど、この、キャラがね、猫は仲間に。主人公はね、顔がないですね。仲間はこんな感じで言ってて、ここね、全員埋まるぐらい最後ね、めちゃめちゃ仲間増えますんで、このゲームはね。仲間の多さだけすげえいるっていうのがあってね。で、強制に出るんでね、装備できるものありません、とか言ってますけど。こんな感じかな？これ技とか見れたりするんですけど、で、出陣すると言って戦闘開始ですね。どんな感じになるかっていうと、いいですね、この、妖怪みたいな感じがね、出てくるのがいいですね。で、このゲームの特徴として、あとね、こうやってね、陰キャラっていうか主人公キャラとね、あとダークサイドキャラもね、ストーリーがあって、ね、こんな感じで始まるんですけど、主人公の陽のキャラと陰のキャラがいて、で、最後はね、その陽のキャラと陰のキャラが協力しながら、真の敵キャラを倒していくっていうような感じのね、話ですね。まあ、これはまだチュートリアルですね、最初はね。これは京吾くんで、主人公こっちですね。で、移動してね、こうやって、まあ、行動ポイントを減らしながらね、倒していくんですけど、で、ここで技っていうのがあってね。で、技がこう2つあって、今はね。まだ最初の初期なんでね、これぐらいしかないですけど。昔はね、こういうゲーム結構流行ったんですよね。ファイナルファンタジータクティックス風な。まあ、段差はないんですけどね。こんな感じで。もうないですかな、技出せないかな、行動ポイント使っちゃったからね。で、ターン制でね、これで、次、京吾くんがね、移動する感じですね。よいしょ。で、倒してください。で、技。技使えないよね。ここじゃないか。移動、こっちの方が近いかもしれないですね。この子倒していこうかな。この子ね。この子倒してみましょうか。よいしょ。技。そうですね。で、これ、49ダメージ与えるんですけど、もう赤くなってるからね、倒せますよって当たったらね。まあ、ファイアーエンブレムみたいな感じですかね。こんな感じで。ぐわっつって、ね、仲間が増えていくわね、またね、協力技みたいな感じのものがあってね。行動終了かな。はい。っていう感じでね、戦闘もね、全然バッチリね、動きますね。敵もこんな感じで動きてる。単性バトルですかね、よくある。はい。こんな感じで。まぁ、ちょっとね、地味に見えるんですけどね、進めばね、まだほんと1回目の戦闘なんで、進めばかなり面白いですね。受け流しですね、移動。で、こいつも倒してみましょうかね。
技、受け流しじゃないか、なんとか上段ですねこんな感じで倒して24ポイントですね、ダメージ。もう一個技いけるかな、もう一回いけますね。こんな感じでちょっと地味ですね、2レベルになりましたねまあファイアエンベルみたいな感じの技で、あとねこうやってなんか回復技とかね出せたりします。こうやってね回復なのかなこれ、うん、回復ですねはい、40ポイント回復しましたねとかね、こんな感じでいろいろ技出しながらね、行動ポイントをね減らしながらこうやってね、で主人公ひたすらパンチですね、まだ武器持ってないんではい、でまたレベル上がりましたね。こんな感じで上がってたりね。あ、なんか発動します。なんとか、円盤がどうとかって言いますね。あ、技が1個増えましたね。3つ目の技がね。ちょっとこれ後で使ってみましょうか。待機ですよね。ん？ん？技使えないんでね。待機にしちゃいましょう。待機ですね。で、これでターン終了。まあ、スーパーロボット大戦にちょっと似てますかね。人間版スーパーロボット大戦みたいな。兜割りっていうね、必殺技が敵から出ましたけどね。で、こっちの味方の行動で技。これちょっと使ってみましょうかね。小手、使用する位置を決めてください。あ、いいですね。この3列ざっとね、いける感じですかね。こいつに、あれ？こいつに打ちましょう。あーっつって。あ、ちょっとね、飛んじゃう系のあれでしたね。はい、っていう感じでこれで戦闘終了です。で、これでまたね、物語が進んでいく感じですね。今ね、やからばらに絡まれたところだったんで、まあ、これで、やからを倒したっていう感じですね。ならず者っていうんですかね。ならず者に囲まれて、女の子をね、助けるシーンだったんですけど、こんな感じで。こんな感じでね、物語が進んでいく感じですね。ほら、またやる気かよって言ってね。こんな感じでね、進んでいく。結構面白いゲームですんでね。ぜひ遊んでみてはいかがかなと思います。快適ですね、動きはね。バッチリだと思います。はい、じゃあ続きまして、武人ゼロですね。ウィザードリーシリーズのゲームになりますけれどもね。これ2作目なんですね。武人というゲームが出てて、それの2作目で武人ゼロっていうのが出てます。ウィザードリーシリーズの RPG 好きな人はね、こちらの方、かなり楽しめるんじゃないかなと思いますけれども。まあ、なんていうかね。こんな感じで壮大な感じで、なんていうかこう絵画のようなね、中世の世界が舞台になって、剣と魔法のね、感じなんですけど、ちょっとね重たいです。このここ赤くなっちゃってるんでね、50% ぐらいの力でちょっと重たいんですけれども、まあゆっくりやるのにはちょうどいいゲームなんでね、若干ちょっと重たいかなっていった感じですね。まあ、こんな感じでストーリーのね出だしの部分3分の2まで減少させたということで、ね、王国のなんかね衰退の話してるんですかね。なんか戦争の話ですね。で、魔物とかね、ダンジョン潜り込みながら、なんか、人助けしたりとかっていうところで、結構自由なゲームなんでね、ウィザードリーといえば。まあ、そんな感じで、ね、やっていけばいいかな。ちょっとね、オープニング飛ばしますね。はい。で、名前はね、あーっていいかな。勇者、あーですね。で、いろんなね、男の子、女の子選べます。男の子でね。まあいいや、人間でね、エルフとか。で、善、中立、悪っていうのがあるんでね。まあ善にしましょうか。で、あと適当に割り振ってくださいっていうことで。あとね、筋肉バカ、筋肉バカにしときましょうか。筋肉バカにね。筋肉バカ。はい。脳みそが筋肉にできてるキャラクターを作りましたけどね。こんな感じで好き勝手できるのがこのゲームの、特徴かなと思います。で、こんな感じでね、今読み込んでますね。ちょっと重たいかなといった感じですけど、今読み込んでますね、まだね。あ、来ましたね。で、プロローグですかね。プロローグの部分が始まってます。まあ、なんかこんな感じでいろいろね、なんか重厚な世界観っていう感じなんで、こうやってプロローグ始まって、またなんか酒場とか行ってね、仲間増やしていくっていう感じだと思いますんでね。ちょっとじゃあね、プロローグ長いんで飛ばしてね、次のシーンに行きたいと思います。
はい、じゃあ早速ね、ちょっとプロローグ飛ばして酒場のシーンまで来ました。まあ依頼とか受けたりしてね、冒険者補助金とかっていうので、これで、ハキシマ、あ、これね、登録しちゃってるんですね。冒険者5人集めてきてください、みたいな感じでね。で、外に出て、まあいろんな場所行ったりしてね。出るかな？ずっとちょっと重たいですね、ここら辺のシーンはね。ただ遊べないかっていうと、まあそんなにね、ゆっくり遊べる感じですね。なんとか寺院に行ってきますね。寺院に行ってきます。こんな感じで、ほら。うん、結構ここのシーンも軽く遊べたりね。ストーリーがね、いろいろこうやって人の話聞きながら行く感じだと思いますね。まあここでストーリーパートがいろいろ話を。まあ寺院に行くとこうやってね、なんか音が聞こえるみたいな。まあなんか捧げてるとかなんとかね。シスター、エリーカ、お待ちなさい、みたいな。これ、こんな感じでストーリーがね、話が進んでいくんですけど、うん、小走りで近づいてくる。で、これでストーリーがね、文字だけでね、一応ね、こうやって話が進んでいくんですけど、キャラクターの絵がね、こんな感じで出てくるんですけど、結構気持ち悪いよね、右のね。司祭が気持ち悪い。司祭相当悪いことやってる顔してるよね。もう確実に目いっちゃってますからね。シスターがね、ちょっと可愛い。シスター可愛いよね、このシスターね。ふっくら、なんか、ちょっと、プーみたいな。千秋のプーみたいな感じの顔してますけどね。可愛いよね、この子ね。うん、シスターいい顔してますね。こんな感じで、ね、話がね、進んでって、なんか、多分なんか助けてくれとか、怪我した者がいるとかですね。そんな感じで話が進んでいくんだと思います。ちょっとね、もうここら辺話長いんでね、パパッと、で、一応ね、ちょっとね、赤くはなっているものの、そんなに、重たいシーンでもないんでね、これ結構軽快にこうやって遊べます、これは。うん、全然いけるレベルだと思いますね。うん。ちょっとこんな感じで話ちょっと長いんでね、ダンジョンのシーンまでまた今度一気に飛ばしたいと思いますね。仲間ね、5人引き連れてダンジョンに行くっていう感じかなと思います、ね。6人かな？はい。こんな感じ、シスター可愛いな。もうね。協定にはこう書かれておりますみたいなね。可愛いね。はい。という感じで、ちょっとね、ダンジョンのシーンまで飛ばしたいと思います。はい。じゃあ結構ね、進ませました。カルマン迷宮に行きたいと思いますね。こんな感じでね、ニューに出てきたんでね。はい。これでやっとね、本題のダンジョン RPG がね、これで遊べるわけですね。ちょっとね、ここまでたどり着くの結構長かったです。はい。出だしの冒頭のストーリーが長えのなので。はい。これでちょっとね、動作検証を引き続きね、戦闘シーンとかどうなってるのかなとかね、そういうところが見れるかなと思います。ダンジョンシーンですね。あ、ダンジョンのところ結構綺麗に動いてますね。はい。ここのマップとかね、時代に、結構こうやって時代に動かせますね。よし。で、仲間がね、あ、ここにちょっとイベントが始まりましたね。入り口のところに騎士さんがいてね。なんか、行方不明になったね、レジーナたちを探してくれるものかなとかつってね。まぁ、あ、ちょっとね、行方不明者をね、このダンジョンで行方不明者を探しに行くっていうミッションになってます。まぁ、あ、ちょっと飛ばしていきますけどね。これ飛ばせないかな？飛ばせないですね。で、なんかね、アイテムもらいましたね。このね。うん、なんかもらいました。はい。適当だなって。はい。ブレスレットみたいなのもらったような感じですね。ちょっと戦闘シーンがね、ちゃんと動くかってとこです。ちょっとね、赤くはなってるんですけど、一応ね、遊べるレベルだと僕は思ってます。80% ぐらいですかね。うん。全然いけるレベルだと思いますよ、これは。で、またね、こうやって。ちょっとこっちから行ってみましょうかね。こっちね、さっきね、さっきねっていうか、一回ちょっとね、プレイでやってるんですけど、こっちの敵がね、安易に出てきたんでね、ちょっとここら辺行きたいと思います。暗くてね、見づらいかもしれないですけど、うん。このね、マップ見ながら。こっちかな？ここ行くと敵がいたような気がしたんですけど、いないな。よし。結構ね、立体されてる。あ、あそこに敵いますね。敵いますね。敵ちょっと戦ってみましょうか。ここに敵いますね、ここにね。これ敵ですね。このマーク敵です。これですね。はい。ちょっと暗いんでね、ずっと見づらいかもしれないんですけど、見づらいね、まだね、暗いね。あ、こんな感じで敵がね、いますね。行動選択してください。あー、攻撃。身を守るアイテム。ディスペルっていうのがありますね。ディスペルって何ですかね。魔法っていうのもありますね。クレタっていう魔法とかね。魔法、なんかよくわかんない魔法がいっぱいありますね。クレタ。で、身を守りましょう。
こんな感じでフルアニメーションでね、こんな感じで、おお、いい感じですね。で、魔法を唱えたりとかしてますけど。あ、50ダメージ与えました。これもまた魔法ですね。うん、結構ね、ここら辺 100% で動いてるんで、戦闘時に 100% で動いてますね。かなり快適にここは遊べてんじゃないかなと思います。うん、これいけますね。ちょっとイベントシーン重いんですけど、イベントシーンちょっとゆっくり見ながらね、やっていけばいいんじゃないかななんて思いますけれども。はい。これで戦闘シーン終わりですね。はい。っていう感じでね、無人はちゃんと遊べるかなと思います。うん。ぜひね、ちょっとこれね、リクエストがあったんでね、無人ゼロ遊べますかって話で。結構ね、好きな人は好きなんですよね、こういうね、ダンジョン RPG はね。僕も結構好きでね、ちょこちょこよく遊んでますけど。うん。っていう感じでございます。ぜひね、皆さんも、こちらね、遊んでいただければ。結構名作な、ウィザードリーシリーズね、大好きな人多いんでね。ぜひ皆さんも遊んでみてはいかがかなと思います。いいですね。うん。このゆっくりした動きが逆にいいですね。どうも納得いかねえですよ。またね、こうやって人のイベントが始まったりしてね。で永遠にやってられそうですね、これもね。この絵のタッチが気持ち悪くていいですよね。はい、という感じでございます。はい、ということで本日はですね、ポーキディ X18S で、プレイステーション2のソフト4本動かしていきました。主にね、リクエストいただいたものになります。で、そうですね、僕の中でおすすめは東京魔人学園の下校長かな、こちらあたりね、もう一回やってみたいなと思ってます。うん。で、これね、意外に600円ぐらいでね、Amazon で600円とかで売ってますんでね、いいソフトですんでね、プレイステーション2の中でも名作だと僕は勝手に思ってますけどね。と陰のね章があってそれぞれねやっていくと、隠しの最後にね真の敵キャラと戦うっていう感じになっておりますんでね、まあこれはねネタバレじゃないと思ってるんでね、はい、そんな感じの構成になってますんで、ぜひね、どちらからのサイドからもね、楽しんでいただければななんて思うんですけどね、興味のある方はぜひご購入検討してみてください。で、今日紹介したポーキディ X18S なんですけれども、バグットさんで購入することができます。引き続きクーポンコードね、増設してもらってまして、12月31日までで 18,800 円800円まで値下げしていただいております。この動画のね、概要欄に、ですね、クーポンコードとあとはリンク貼ってありますんで、興味のある方そちらからご購入検討してみてはいかがかなと思います。プレイステーション積んで結構重たいソフトは動かないと思うんですけど、軽いソフトであればね、今出してるアドベンチャーゲームみたいな感じであればね、軽快に動きますんで、アニメーションもねバッチリ動くかと思いますんで、興味のある方ぜひご購入検討してみてください。ということで今日はこんな感じで終わろうと思います。今回の動画ね役に立ったって方いましたらグッドボタンを押していただけると嬉しいです。あと今後も、こんな感じで動作検証していきますので、ね、棒読みすぎるだろうって動作検証していきますんで、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでこんな感じで今日は終わろうと思いますが、まだまだね、年明けまだ数日ありますんでね、できるだけ毎日配信頑張っていきたいと思っております。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。